基本的にやっぱり地域の、はいはい、まあ、皆様に寝具をご提供するというような形で、はい、まあ、訪問販売とかそういうのは一切してないんですね、はい、あくまでもお店に来ていただいて、はい、そして選んでいただいて、お届けするという形になります、はい、もう長いです。おかげで今年で創業60周年60周年、まあ、見た目にこう新鮮感があるんですけどすごい昔からありそうな感じがしますね。じゃあもうそういったメインの業はお客さんに来ていただいて実際にコースターさんと一緒に選んでいただいて、はい、形で購入していくっていうような感じ。そうなります。どうしても今、昔と違ってやっぱりいろんな種類の寝具もありますし、はいはい、やっぱりお悩みの方も多いので、はいはい、まあ、そのお客様に合ったものをうちの方からいろいろご提案しながら最終的にお客様が選んでいただく、はい、そういう販売方法でした、はい、本当にそうですね。早良区、西区を中心にというところでやってますので、はい、その方でお住まいになられたお客さんが引っ越しされるじゃないですか、はいはいはい、そうするとやっぱりうちの方に電話とか、まあ、ご案内状も出させていただいてはいるんですけども、生み出してこういった商品が欲しいですとか、はい、ご相談を受けてうちからお送りするというのは関東関西全部やってます。やっぱ思うんですね、はい、じゃあリピーターの方。そうですね、あくまでもやはりリピーターのお客さんはやっぱりまたよかったからもう一度ということで来ていただけるお客様を作るということが僕らがやっている商売です、うん、やはり眠れないというお客様が眠れないとか、まあ、腰、はい、腰痛とかやっぱりそういうふうな、はい、特にまた今枕での悩みとか、はいはいはい、いろんなやっぱり睡眠に対して昔はまあ変なんですね、寝る道具だったのが、はいはい、今どちらかといえば疲れを取る癒す道具というか、まあ、寝具というのが変わってきてるんですよ、はい、でその中でやっぱり情報がもちろんいろんなものが出てますから、はいはい、お客様も迷われてる、はい、だからその中でいろんな品揃えをしてお客様と相談して決めていくというような形のそういう接客法になりますので、まあ、それによって、まあ、うちの得意さの方というのは、まあ、いろいろ気軽にご相談してもらう、はいはい、ね、そうですね。だから当然ご主人と奥様でも仲良くても、はい、やっぱり使うものが違ったりとかやっぱり体の体質性も違ってきますから、それでもこう違ってきます、うん、やっぱり例えば暑がりさんであるとか、はい、奥様が冷え性だとかであれば当然やっぱり寝具も変わってくるんですよね。だからそういったものもやっぱりご相談しながらっていう形で、この福岡でずっと、はい、まあ、うちとお付き合いさせていただいて、その後やっぱり千葉に転勤されたお客様とかでも、はい、わざわざお嬢さんを混んでいるのためにわざわざ福岡まで来ていただいて、千葉から来ていただいて、はい、実は相手の方は百貨店関係の方だったんですけど、はい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 、それでも布団はうちでということで買いに来ていただいたお客様でもやっぱりもう未だにもずっとお付き合いさせていただいて、ただよく一般的にひんやりひんやりっていうようなのが先に出てるじゃないですか、はいはい、で一番大事なのは蒸れないっていうのが一番大事なことなんです。だから僕らは本来はやっぱり蒸れない寝具っていう、やっぱり、まあ、寝床内湿度ということがあるんですけど、はい、布団の中の湿度をどれだけなくしてしまうか、そうすることによってやっぱり快適に夏場でも休んでいただけるということで、そういった商品の提案になっています。本当にその冬場に、はい、なんですかね、その冬にあった商品、はい、そういうのもやっぱあるんです。そうですね、やはり今度冬は今度は暖かく、はい、暖かくになってきますから、はいはいはい、今度はなるべくまあ軽くとかやっぱり重たくないの、はい、とかもしくは今洗えるっていうのがキーワードになってますから衛生面でだからそういった洗えるものですとか、まあ、そういったものとかやっぱりいろいろそのもちろんやっぱりお客さんを持たれているキーワードというのはいろいろありますから、それに対してのご提案なんです。そうですね、はい、やっぱり先ほどからお話ししたんですけど、やっぱり品質性がまず一番なんですよ。
それとやっぱり人間誰しも少しでも安くやっぱり求めたいというのがありますから、だから価格的にも当然やはり何か安心していただける価格、そしてまず品質がいくら安くても物悪かったらダメですから、そこの基準値というのはやっぱり店々でそれぞれの考え方を持ってますから、うちはまあやはり専門店であればどんなお値段でもやっぱりこれだけのクオリティはという基準値というのは持ってます、あ、持ってるんですね、そういうふうなことで、やっぱり差別化というのもありますし、やっていかない